昨年開催予定だった全国ツアーがコロナ禍を受けて中止となるも、今年ファーストアルバム、ZURUMUKE を完成させ、YouTube チャンネル、The First Take やテレビ朝日系、ミュージックステーションへの出演で、その名を全国にとどろかせた変態紳士クラブ。今回のワンマンライブは、その勢いに乗って5月に開催される予定だったところ、新型コロナウイルスの感染拡大状況を受けて延期になっていたものだ。大阪城ホールは、大阪出身の変態紳士クラブにとって聖地と言える場所。昨年2月のワンマンライブ以降、彼らはあり観客のライブを一切行っておらず、ただこの日に向けて力を蓄えてきた。そして迎えた当日、大阪城ホールはメンバー同様にライブの開催を待ちわびていた約5000人のファンで埋め尽くされる。開演時間が近づくにつれ、フロアはどんどん活気を増していき、今にも叫び声が上がりそうだ。そんな中、暗転したステージに現れたゲグとバンドメンバーの林拓也、B、山岸龍之介、G、T@ZM アザジョイフル、G、竹村仁、ドクター、平畑哲也、K、シューマイカルテットがライブの幕開けを告げる熱演を繰り広げると、We are the 変態紳士クラブ、インディアビルディング、と叫びながら、WILYWNKAVIGORMAN が飛び出してきた。そのまま二人は、Do It になだれ込み、ゲグ率いるバンドと一体になって、CIROC、P、DOYZ を連発。ためにためた分だけ、パンチ力を増したパフォーマンスで観客を圧倒した。去年一年悪いこともいっぱいあったと思う。その分、今日は最高な一日をメイクするために遊ぼう。ぜという WILYWNKA の言葉から、彼らは、Good and BAD、On My Way を続けてパフォーマンス。どちらも自分が信じた道を進み続けるという彼らの姿勢がありのままに示された楽曲だ。良くも悪くも他人の意見を聞かずに生きてきたという VIGORMAN が、自分の人生、誰にもかじどらせずに、俺らと一緒に好きにやりましょうと呼びかけると、変態紳士クラブの代表曲、好きにやる、へ。コロナ禍により、シンガロングは報じられている状況だが、観客は爆発的に盛り上がり、ホールを熱狂的なムードで満たした。その後も、変態紳士クラブとバンドメンバーは勢いを止めずにライブを進行。ドライブ感あふれる、ゲットバックから、1&TWILIGHT Night につなげ、1&TWILIGHT Night では、T@ZM アザジョイフルと山岸がステージ中央でテクニカルなギタープレイを繰り広げた。その熱いパフォーマンスを受けて、MC 二人は上着を脱ぎ、人の波が本物の波に見えてきてしまったという VIGORMAN の全振りから夏ソング WAVY へ。同じくサマーチューンの Hey Daisy、エロティックなリリックのロマンティックブルーが続けて届けられた。WILYWNKA と VIGORMAN は日頃いろんな人に怒られて謝っているという自分たちのことをプロの懺悔師と語りつつ、それを超える懺悔の師範代としてゲグを紹介。この日初めて口を開いたゲグは、この前もやっても打て。謝る前に演じられた。そん時ずっと塞ぎ込んでたんやけど、お前らがずっとおってくれてと振り返る。そんなゲグの個人的な出来事から作られた懺悔ソングが、ソーリーだ。切なくも心地いいサウンドに乗せて、WILYWNKA と VIGORMAN がゲグの思いを代弁するリリックを優しく歌い上げた。ここで安定した場内に繊細な歌声が響き渡ると、オジャイコゼィが登場。彼女を迎え入れた変態紳士クラブは、秋公開予定の映画、EUREKA/公共紙幣エウレカ7、ハイエボリューションの主題歌、アーチャを披露し、観客を夢心地に誘った。オジャイコゼィ退場後には、観客の中から選ばれた10名にメンバーのサインが入ったファーストアルバム、ZURUMUKE のアナログ版がプレゼントされるサプライズもありつつ、ヒーローを皮切りにライブはいよいよ後半戦に突入する。この曲ではメンバーの合図でファンがしゃがんだ後一斉にジャンプ。
変態紳士クラブのクラブ部員であるファンとメンバーで一体になって白ホールを揺らした。残る力をボロボロで振り絞り、ダウン、オレンジでエモーショナルなムードを生み出していく変態紳士クラブ。初ライブは600人のキャパに対して10人しか観客がいなかったという思い出を振り返りつつ、グッドメモリーズを披露し、ゴー、クロックで楽しい時間が終わってしまう名残惜しさを歌った。一度ステージを去った後、鳴り止まない拍手に応じて、変態紳士クラブはバンドメンバーと共に再登場。また次のライブで会おうという気持ちを込めて、See you later を披露した。そして、みんなが集まってくれたおかげで、今日めちゃめちゃ気持ちいい、夜風、感じると思います。ビュンビュン吹かすぜと WILYWNKA が告げると、変態紳士クラブ最大のヒット曲、夜風へ。この曲でファンは自発的にスマホのライトを点灯させ、最高のエンディングをメンバーと一緒に作り上げた。感動的なムードが溢れる中、まだサプライズがあるというギャグの指示で観客がステージ両サイドのモニタに目を向けると、東京、日本武道館を舞台にしたワンマンライブが来年2月20日に開催されることが発表された。大喜びするファンに武道館で再会しようと呼びかけた変態紳士クラブは、最後にその証拠写真となる集合写真を撮影。大きな拍手に包まれながら、念願の白ホールワンマンに幕を下ろした。